ブレイクタイムの後はホワイト。さあ笑って。いつも科学笑顔にきしりとる。ホワイト。よろしくお願いします。お願いします。にこやかに参りましょう。はい。ちょっと音楽出してください。はい。いつも科学笑顔にきしりとる。はい。一個前。いつも科学笑顔にきしりとる。入った。もうちょっとですかね。ホワイト、ホワイト、ホワイト。ありがとう。ありがとう。声のトーン大丈夫ですか？今めっちゃ高かった。はい。ご本人。ご本人。はい。入ります。はい。お願いします。ありがとうございます。入ります。はい。はい。よー。スタート。ブレイクタイムの後は。このままこういった方がいいです。はい。スタート。かっこいい。ありがとう。もうちょい笑ってやりたいな。真面目にやっちゃってますかなり。出だしが全然。出だし、ノリシロあった方がいい。スタート。ホワイト。ありがとう。いや、意外にうまくいった気がするんだけど。これって音出るんだね。さあ、笑って。はい、ありがとうございます。ええ声。さあ、笑って。登録ですよね、これね。スタート。さあ、笑って。ホワイト、ホワイト、オーケー。ホワイト。ごめんなさい、もう一回いきます。めっちゃ音痴だった今。いや、普通が難しいんだよ、これ毎回思うんだけど、オンリーより4回転の方が簡単なんだってすごい、すごい。まあ、今回のテーマが割とその、まあ、中世っていうか、そういうようなテーマがすごく伝わってきてたので、非常に楽しみながらやらせていただきました。そうですね、僕は本当にあのテレビゲームがすごい好きで、あの疲れた時であったり、またはまあもちろん疲れてない時もそうかもしれないけれどもあのブレイクということで、本当にテレビゲームであったり、まあ、もちろん音楽を聴くことであったり、テレビを見ることもそうですけれども、あの家の中でひっそりと休んでおります。まあ、CM 撮影なんかもそうですけれども、やっぱ機械がすごい好きであのそういう中でなんか自分が見慣れない機械とか、あとは自分が見慣れないヘッドホンとかそういうのを見るのはすごい楽しいです。いや、今ね、あの音声さんがつけてるヘッドホンがちょっと気になるんで、ちょっとメーカー探してみようかなとか思ってますけど、自分の脳機能と自分の心、その冷静さと、情熱的なものを常に融合させようっていうのは、あの演技前毎回ブライアン・オーサーコーチと喋っています、はい、あれもう悔しくて仕方ないです、本当にあのすごく未だに自分の中で納得ができてない部分です実際表情で演技した方が楽でした？楽です。絶対4回転ループの方が楽です。あのとりあえずあの多分今日の夜ひたすらやってると思いますあの僕らが滑っているスケートリンクっていうのは、あの白が基調とされているので、あのそういう面では欠かせないものかなというふうに思います。ホームの仙台のリンクが一番好きで、やはり自分がスケートを始めた頃のリンクでもあるし、本当にそのリンクのイメージっていうのはなんかあったかいというか、そういうものがあります。